1年年上の飯塚先輩はうちの野球部の元マネージャーで、先輩の通学路途中に俺の家があるから。朝練だよ。よく起こしに来てくれていた。なんで俺にだけそんなことしてくれるのかなと思っていたら、まっすぐに頑張ってるあなたを見ているうちに、気づいたらその好きになっていて、ずっと好きだったの。え、それでその付き合ってもらえないかなって。はい。よかった、嬉しい。豊本くんの志望校って私が行くとこだね。また一緒に学校行けるね。あ、でも結構ランク高いとこなんで、勉強に集中しないと際どいっすね。そっか、じゃあ試験が終わったら彼女にして。絶対